さあまた夕焼けの阪神高速ですね。さあそしたらアダプティブクルーズコントロールですね、オンにしたいと思います。オン、あ、これメインのスイッチです。はい、じゃあこの車はね、メーターのところに自分の車が現れて、ステップワゴンと同じレベルぐらいの感じですかね。車線もね、リアルタイムに出てますね。すごい。こう。あ、こうですね。上にしたら今、現在のスピードに合わされました。なかなかスピードが難しいんですけど、いろいろ、あ、隣の車のね、あれもちょっと勝手に入ってき、勝手にじゃないの、入ってきたんで、どんな減速をするか、あ、これは期待できるかも。またアダプティブクルーズコントロール評論家みたいになっちゃいますけどね、今の減速の仕方はすごい評価が高いですね。ステップワゴンみたいな感じかも。本当に見た目もね、メーター周りの見た目もそうなんですけど、はい、加速の仕方はまあちょっと、まあでも、あ、安心かも。これ安心かも。前の車がちょうどねいいスピードで走ってるんで、あ、いていいねんけど、あ、いいていていいよ、いていいんやけど、今ブレーキ踏んでオフだったんでオンにしました。あー、でもアダプティブクルーズコントロールは今いいよって言おう思ったらちょっと加速が強いな。まだでも全然その至近距離で加速が強いわけじゃないんで大丈夫ですね。今車間距離は、あ、最大か、最大やったんで今ちょっと勝手に近寄りましたね。ブレーキ踏んでる、あ、これ分かりますね。これの場合はフィットとかね分かんないんでね、はい、前ブレーキ踏みました。あ、あ、いい感じ、いい感じ、いい感じ、これはいい感じやわ。安心だ。まあ、これこんなこちゃこちゃする時はさすがにあれだけど、全然全然いい感じやわ。こないだフィットでねちょっとんっていうの言い過ぎてたんですけど、この感じやったら安心できるかな。もう今ブレーキ踏んだんでね解除されてますけどね。そう、やっぱりちゃいますよね、車によって。で、新しいのイコール、進化してるっていうか、まあ好みにね合うかどうかわかんないんですけど、圧倒的に今んところ第2位か3位かな。アダプティブクルーズコントロール優秀コンテスト。第1位は、1位はステップワゴンですね。1位はステップワゴン。2位は N ワゴン。で、ここは、この車が3位か2位かちょっとわからないですね。でも、悪くないと思います。ホンダのいい車のいいところってそこかっていう話になってくるんですけど、まあ、走りはねそもそもどの車もいいんで、渋滞数便なんでここでオンにしちゃいます。もう勝手にブレーキ踏んで、今もうアクセル離しました。足離してます。ブレーキも踏んで。でも、近くにはしときますけどね。お、いいじゃないですか、これ。やっぱり、ハイブリッドやから、ちょっと加速があれかなとかは、やっぱり違う感じはしますね。味付けですよね。で、まあ、ちょっと加速がね、慌ただしいかな。もうちょっとゆっくりでもいいけど。
この辺は好みっていうか人の性格によりますよね。この車を運転してる人がっていうか、この車の後ろの人がどう思うかですよね。前空いてんのに、早く行かないか、行かないかって無理に丁寧に言葉にしよう思ったら難しいですね。早く行かんかいって思われますからね。多分。まあみんなじゃないんですけど、思う人もおると思うんで、そういう人らにとっては、こう、前の車の加速に対してリニアに追従した方がいい車、優秀ですよね。でも、安定して、こう、乗り心地優先で、走ってる人は、まあ、この車を運転してる人ですね。は、あんまりリニアじゃない方がいいかなとは思います。まあ、リニアな運転はね、この間も言ってますけど、したりとか、したかったら自分の手足で直接やるんで、なんかあの前の消防車すごいですね。2台前、先頭の方なんか扇風機みたいなファンが、あれは何やろ。あ、でも全然渋滞追従もいい感じですね。これやったら使うと思います。自分が乗っているフリードは使わないです。あとフィットは使うか使わないか微妙です。で、ステップワゴン、N ワゴンは絶対に使います。この車も使いますね、この感じだったら。加速をもうちょっとね、優しくしてほしいかなって思いますけどね。この、運転してる人の、例えば家族、いつも家族とかね、お友達でも知人でもいいんですけど、よく一緒に乗ってる人っていうのは、その人の運転の癖っていうのはある程度こう体が覚えてると思うんですよ。で、それで慣れきってしまってる人は、まあ、運転手が、アグレッシブでも、おとなしい運転の方でも、慣れた運転の方が酔わないパターンもあると思うんですね。で、まあ、それが特に出るのは、やっぱりアグレッシブな運転の方だとは思うんですけども、普段おとなしい運転してる人が、自動、こういうアダプティブクルーズコントロールを使ってギュンと行ってギュンって止まったりしたら、やっぱり同乗者はどないしたんってなると思うんですよね。運転手は自動やから車内や車がやってるんやからと思うけど、同乗者の人は なんかいつもと違うねっていう感じ、逆になるんじゃないかなって思いますけどね。で、メーターはね、フリードとかの方がポジションがいいですね。前なんで、あっち側なんで、絶対あっちの方が見やすいと思いますね。これ目は見たね、ハンドルの下なんでね。で、実際に目の動く距離がだいぶ下向きます。でも、前にそういうメーターがない分、前の視界は広いので、なんとも言えないですけどね。まあ、メーターなんか、ずっと見るもんじゃないですからね。前の車はちょこちょこブレーキ踏みますね。でも、この車も釣られて今踏んでるか。下りやから踏んでるけど、エンジンブレーキとか回生ブレーキとかね、もうもっとうまく活用してほしいかなと思うんですけどね。まあブレーキ、ランプついたからといって実際にディスクブレーキだけを踏んでるわけじゃないと思うんですけど、今のハイブリッドの車は。今日もあんまり渋滞してなかったんですけど、なかなかいい